で、ただ高広の講習なども開かれていまして、日本では大変有名な方でございます。そういう方のご縁の方が今ここにお住まいになっているということです。ここで、ね、なんかやりたいですね。このステージいいですね。ここはもうすごく広くてですね、この地域全体はガレリアの向こうにあるドーム広場と同じ広さがありますので、まあ、今後この道路も使ったりしてですね、非常に広いスペースとして今後使いたいなというふうに考えています。また県立美術館等もタイアップしたりしながらいろいろできるといいなというふうに思っています。交差点なんです。だからまあここじゃなくても向こうでも四つ角どこでもよかったんですけれども、まあ、今回の大分銀行さんが協力をしていただきまして、この土地を貸していただいて、でそこで大分県さんがこういう、まあ、大分大内陸橋の記念と同時にゼロ地点として、ここにある記念板を貸していただいたということでございます。ここは197号線でこちらが10号線、で向こうが197号線が あそこからこっちに曲がっているのとまっすぐ10号線まで続いているというような形で、ございまして、すべてこの中心からの距離が気をつけてください。ここが大分のゼロ地点ということでございます。先日大分市でもその健康を考える講演とかがいろいろやっておりますので、当商店街とかいたしましてもですね、ぜひこういうゼロ地点をこれから PR させていただいて、まあ、健康ウォークのゼロ地点でもあって、ここから何メートルとかそういうまあ基準点みたいなのを作ったらどうかななんていうのを考えたりしております。ここはゼロ地点って知ってる人の方が少ないんじゃないの？そうなんですよ。昔はですね、城址公園の入り口のところがゼロ地点で、今でもその表は残ってるんですが、現在は実際ここがゼロ地点ということに、なってまして、なってます。はい、ではすいません、次に